寺島良安、和漢三サイズより、水子、鳥山石縁、根尺がと俗百鬼より、水子水子は、中国古北朝などの川にいたとされる伝説上の生き物。三3四歳ぐらいの子供の大きさをしており、水子という呼び名は虎に似た要素を体に持っていること由来している。日本では、江戸時代に、河童のような川に住む妖怪の総称として、主に知識人の間で、 水コという故障が用いられていた。水コは3.4歳の児童ぐらいの大きさで、体は矢も通さないほどに硬いゴイのような鱗に覆われている。秋になると砂の上に身を晒したりする。虎の爪に似た膝頭だけを水上に浮かべており、それにいたずらを仕掛けるような子供には噛みつく。水庫を生け捕りにすることができれば、花をつまむことで刺激することができるとされる。 このような水庫の特徴は上記に記述されており、明の時代に編まれた本像項目にも引用され広く知られている。水庫は中路圏の水が水に注ぐ合流点にいたと記されている。古代中国には水庫を描いた図は確認されておらず、本像項目でも図として示されていないが、虎の爪のような膝頭をしているとされる特徴は、日本で寺島両岸。 和漢三歳図絵や、それを参照している、鳥山赤炎、混弱がぞく百鬼で水庫の特徴として絵に描き、起こされている。寛永年間に、文語国平で捕獲されたという水庫日本では、江戸時代以降、本蔵項目などの本草書を通じて、水庫の知識が知られた。それを引用した寺島良案、和漢三歳図絵へも、絵入りで水庫を掲載している。 川にいる存在ということから、河童のような川にいるとされる存在の総称として、医師や学者を中心に用いられた。そのため、捕獲された河童を移したとされる絵図にも、水庫図や、水庫説、水庫攻略などのように、水庫という子が、表題や本文に広く用いられている。柳原の光、ひままどじ語の、大見水庫語、非前水庫語の項目も、琵琶湖や九州にいる。 カッパのことを、スイコと漢字表記しただけに過ぎない。日本には本来、中国のスイコと全く同じ性質を持つ妖怪はいないが、以上のような、カッパたちを総称したスイコという呼び方に起因する、混用から、地方によっては、スイコという言葉は、カッパの別名のような感覚で用いられてもおり、東北地方や九州地方など各地に見ることができる。 青森県に見られる水子様と呼ばれる水人信仰にも水子という言葉の転用例が見られる。寺島良安和漢三歳図ズへは水子に引き続いて川太郎を書いているが別項目にしており、見た目などの相違点から日本の河童水子とは少し異なるものであるとしている。同書は官名由来で同種とされている同植物についての際はしばしば本文に取り上げており、 このような記述は、その一例であると言える。川にいる、存在の総称として用いられているものの、水庫と河童が、特徴や、性質の上で異なる部分があるという認識は、おノ蘭山、本蔵項目啓蒙でも、本文は、日本の河童の情報、中として、中国の水庫についての引用文を分けて、掲載していることからもわかる。鳥山赤燕 根弱が登く百鬼には、水庫は、形小児のごとし、甲は、あやごいのごとく、膝頭虎の爪に似たり、もろこし、早見の辺に住みて、常に、砂の上に甲をさらすというヘリとあり、これは、和漢三サイズへの内容をそのまま下敷きにしており、河童ではなく中国の水庫をそのまま描いている例で、ある。ありがとうございます。